カー王国は、現在のナーン県を中心に住んでいた、タイ族の一派であるカオナーンと呼ばれる民族集団が13世紀に作った都市国家である。初期は、ワラナコーンを中心とした弱小国家であり、13世紀には、早くもパヤ王国のガムムアン王の占領を受けたが、後に脱会しミヤコをパヤ王の干渉の少ないナーンに占拠したが、スコータ王朝の干渉を受けた。 1450年頃には世襲の君主は敗され、知恵前のラーンナ王朝の派遣下に入った。南年代記によれば、ムアンヤーンという都市国家の君主、プーカ王の二人の息子がいたが、兄の君ヌーン王子は東方へ行き、ビエンチャンを建設した。一方、弟の君ーンはプアへ行き、ムアンはラナコーンを建設した。これが王国の始まりとされている。一方、 そのクンフォーンの息子カオクアンは父のワラナコーンを治めていたが祖父がヤーンに呼び寄せ代わりに妻のカムピンにワラナコーンを治めさせたこの逸話はワラナコーンとヤーンが互いに親密な都市であったことを示す逸話であるその後パヤ王国のガムムアン王がワラナコーンに君主がいない隙を狙ってワラナコーンを占領したがこの時カムピンは身ごもっており このお腹の息子は生まれて後に成人するとガムムアンの下で働いた。この青年はガムムアンの家族の争いにつけ込んでワラナコーンを占領。ガムムアンの妻と子供も奪いガムムアンをワラナコーンから追い出した。プラターとチェイヘーンこの青年はガムムアンを追い出すとパーノン王と名乗り1323連続位した。この王の息子カーンムアンは王になると スコータイ王朝と友好関係を結び、スコータイを訪問、スコータイから、フツシャリや金銀を頂戴した。この度の後、バラナコーンの仏僧、ダンマパーラ大長老に、フツシャリをどこに安置するか諮問した。ダンマパーラ大長老は、プーピエンと呼ばれる場所に、フツシャリを安置することを提案し、カーンムアンはこれを受けて、プーピエンの開発を行い、ウィエンプーピエンの建設を行った。 その後1363年王位に就いたパーコーン王は、ウィエン・プーピエンがひどい干ばつを起こしたことから、1368年ナーン川対岸に、戦とした、これが現在のナーン氏である。その後カム・タン王、シーチャン・タ王などが即位したがプレイから1397年、突如軍隊が攻め入り、テーラと呼ばれる人物が王位を散奪し、数ヶ月後、 このテーラ王の弟であるウンムアン王が即位した。しかし、この王位三奪は、失敗に終わり、チャリエンに逃げ込んでいた、シーチャンタの弟、フンが攻め上り1398年元の王家に、王位が戻った。しかし、1450年頃、チエマイのティーカラートが攻め入り、最後の王であった、ケンタオ王は、チャリエンに逃げ去り、同一王家による世襲は終わり、 ナーンは、チェンマイの派遣下に、イリ王国は終わりを告げた。年代は、ナーン年代記による。クンフォーオンカオクアン、パーノーンカンムアン、パーコーン、カムタン、シーチャンタテーラオーンモンフン、プーケンパンケンタオペンケンタオ、ありがとうございます。